第4話。第4話。猫里。あの木越えれば大丈夫なの？いや、無理だ。うわぁ！あー、その当たり方は想定してなかった。うまい。うわぁ！うわぁ、すじった。ちょっと立ち切りなんだよなぁ。届かないよなぁ。ちょっと下っ面。あー、やべ。取って左。まあ、あのラフにあると思うんだけどな。バンカー入っちゃった。そうだね。でもティーショットの難易度が多分思ってるより高いんだろうな。まっすぐピン方向行ったのが、スプリンクラーだ。しょうがないですね、うん。アンラッキーに心を乱されないこと。いや、でもそういう経験をさせてくれるコースを、そうそうそう。ホームにしたいと俺は。いや、本当ですよ。13番パー4、346ヤード。第5話でございます。そう。猫里。前回まで。非常にいいゴルフですね。見てくださった皆さん、お里が非常にいいです。そして、裏で行われている僕のマッチプレイ。はい。僕が4段。ゴーここからです。うやむやにしてなかったことですよ。サイレントマッチだから。うん。うやむやにできちゃうんですよ。ナイスショー。ナイスショー。あー、ベッポ。ベッポですね。うん。ナイスショー。うんいやー、いい球打った。ど真ん中。よりちょっと左目、これぐらい。わ、わーせ。よいしょー。また飛距離伸びた。なんか体重関係ないんだね。俺、うん、多分ですね、うん、体重使えてないんですよ。前からただ腕力で打ってただけだから、まあ良くないんですけど、まあ良くも悪くも飛距離変わんない。ね、十何キロ減ったらさ、普通さ、距離落ちるイメージあるけど。って言うけどね、体重使えて打ててる人がどれだけいるのかって話なんですね。アマチュア特にね。うん。90キロぐらいあった時は、もっと本当は飛ぶポテンシャルがあったのかもしれないけど、うん、それはもう技術になってくる。まあ、お里のこの体重で220ぐらいいってる、ね、そうそう、だから、そうそうそう。でも逆に言うと、お里は変な話、体重増やしたら、もっと飛ぶかもしれないっていう。理論的には、体重重い方が、そうそう、力を生み出しやすいから。どうするこれ。いやー、だって235よ、ほんと。まあ、バンカーと、あの、右のフェアウェイとラフの境目だよね、ドライバー行くのが。はい。そう、そこにアプローチ。で、あそこの真ん中のバンカーはもうドンマイで。そう、ドンマイ。はい、しちゃうか。真ん中のバンカーっていうのは奥の。そこのフェアウェイの。ここにいるんだよ。ああ。ナイスショットしたのに、ここに入っちゃう可能性ないと。でも2打目だから、さっきのパー5の2打目を。ただ、ゼブラ刻んだらもう100ないからね。そう。だからクリークとかやったらクリークで刻んでも全然、うん、むしろセオリーはそっちだと思うけど、ね。で140ヤード打てば100切るんだよ。マネジメントしてください。俺が、はい、今のお里ならドライバーいける気しない？じゃあ行きます。ああ、そう。あ、そう。今のこの流れっていうのはドライバーがいいじゃん、リズムも。うん、確かに。アプローチで、確かに。あの、白黒ポールでもいいかな。右矢だから。はい。白黒ポールのちょっと右ぐらい。何してもね、これはワロなんで。引っかかっても別にそこまで大きくいかないし、抜けても。まあそうか。うん、まあフェアウェイとの境目か。もう軽く振っときゃいいね。ゼロダメだから。確かに。確かに。いや、これ最短ってかワンチャン乗るまであると思う。あ、木当たってバンカーの先のラフだと先左に跳ねましたね。うん、じゃあワンチャンフェアウェイまであるね。ナイスナイスナイス。ヒヤッとしたぜいやそれなのよ。で、いやなんかちょっとこのロケーション緩むから緩んでダボダニがありえる、ね、ありえるだ。よかったよ。これね、猫さんがもうソース感食らう瞬間。いや今もう本当にやってた。時と待つ。でも結果ね、最後選んで振ってるのは私ですから。いやいや、はい、いやでもよ。でも今日のコンセプトからするとさ、ブラシンドホールで。本当は刻み推奨ですよ、はい。試合なんか絶対あんなことしちゃダメだし、はい、バンカーか。一番最初ここ行って死にましたから。バンカーだ。そうだね。2打目でした、ね。まあバンカー出してボギーでいいんだから。はい。これ5話目だよね、まだね。はい。うん。何の確認思いました。95ヤードある。50。うん。50度で。はい、50度。うまい。いいんじゃない。うん。うん。この98ぐらい。はい。やっぱここは左側だよね、奥は。終わって。はい。
うん、ちょっと左だね。うん、うまい。ちょっと左出てるね、今日。エッジが。うん。佐藤、ここ3オンでいいんだからね。はい、出すこと優先で構わないです。64ヤード。はい。S で。S で。いいのよ、いいのよ。いいのよ。出すこと優先だから。これが、やっちゃいけない、やっぱ出ないとかさ。もう一回同じところ打たされるとさすがにちょっとメンタル来ちゃうけど、はい、こっからボギーでいいやって考えればこれセカンドショットなの、はい、さっきから50ヤード結構得意じゃん、はい、そんな大ミスにはならないから2パット圏内に置ければいいかみたいな、はい、うん、あんまり奥はいかないのに、はい、46ヤードはい、いいですね。奥はダメ。うん、ナイス。うん、ナイスです。ありがとうございます。3-4なんで、2パットでいいと。しかも俺のラインが見れると。最高ですね。最高ですね。これさ、奥にミスっちゃうとさ、落っこってっちゃうのよ。トップとかしてさ、ちょっとでも噛んだりすると奥にブーっていっちゃうから。10ヤードぐらい。はい。うわ、すごい。ナイスタッチです。12ヤード、ザフック。はい。おー、ナイスタッチ。うまい。いけ。外パーパット。あの難しい距離のバンカーからよくパーパットまで来ましたね。確かに。さあ、猫さんのも見たからね。9歩。はい。よっしゃ。うえ。ナイス。やったー。ありがとうございます。マジナイス。こうやってね、我慢してるとこうやっていいこともあるのよ。はい。あやって不運もあるけど、はい、ラッキーもあるんで、人生と同じなんですね。はい。悪いことばっかりじゃないんです。僕みたいに1メーターぐらい。ナイスパ。あです。あです。パッパッパ。いや、おさっと今のパーでかいぞ。マジでかい。でかいですね。うん。だからあのバンカー失敗引きずっちゃうと、ああいうさ、はい、いいショット、いいパター出ないから、はい、あ、得意な距離に残せたんだなとかって、ポジティブにポジティブに捉えていくと、うん、今みたいなラッキーを呼んだりするんで。はい。いや、でも本当アプローチ自信持ってくれました、あの猫さんが。そうだよね。まあ足りなかったけどね。足りなかったけどさ、結果さ、大ミスの、例えばオーバーして難しくなったりしてないから。はい。ボギーは取れるだろうな、みたいな。はい。いや、ナイスパー、マジで。うん、ナイスパー。14番パー3、182ヤード。実測は174ですね。なんやかんや猫さんって崩さないでしょ。はい。まあでも端的に言うとショートゲームだよね。本当に、めっちゃあんだけ使いこなす。すごい。これ怖いんだよ、これ。これはさすがにいいか。なんかわかる、紙一重だぞ。もうちょっと左行ったら OB だぜ。前4のとこ行っちゃう。前4のに当たったとかですか。いや、なんかわかんないけど転がっちゃったんだよね。6番で。6番で。うん。あ、でかい。あ、でもね。マイションでーす。でもさ、猫さんとかのスコアの出し方って、はい、やっぱプロとかそのジュニアからやってた人とかだと、はい、多分逆にあんま知らないというか、こう必要ないというかことだったりするから、俺らみたいにさ30とか、まあその成人してからとか始めた人はさ、そういうテクニック知らないとやっぱスコア出せないよね。ゴルフ難しいから。もうちょっと積極的に行けって逆に、まあ、いい意味でね、うん、まあ、ね、もうそのボーダーライン上にいるぐらいが一番いい時なんでしょうね。これはもう決めないで、はい、何ヤードでカラー超えるかっていうのを一番意識として、はい、ピンまで117です。うん、まあ、110ぐらい飛んでるもんね、うん、確かに。あ、もうちょっとループしたね。オッケー、こんぐらいはもうあるからね、普通に。ゼロダメなんで。え、向いてました？向いてた。向いてました？うん、左向いてた。右がしたんですよ。してた。じゃあ帰ろう。でも結果としてはあのバンカー超えてるじゃん。そうそうそう。要はアプローチだから、寄せ1か寄せ2で、はい、まあボギーのイメージはできたなっていう感じ。ああ、
自分の100点にもうかなり近づけるショットができたんだから、うん、そんなに萎えることじゃない、はい、もう外れるならあそこでよかったみたいな感じ、ね、右がやっぱりラフ深くなって難しいのと、まあ最悪は池でしょ、ね、次がバンカーでグラスバンカーもそうでグラバンとか右手前が3番目で、うん、その外す中では一番良かったんじゃない、うん、前4があるぐらいだからね。ほんとたまにやっちゃうのが、その大型発揮しちゃって、うん、T 斜めってるのに、うん、あ、まあいいや、みたいな。ああ、ある、ある、ある。いや、ほんとある。まあいいや。いや、わかるよ。それは、血液型が関係してるのかわからないけど、確かに。いや、こんぐらいで動じちゃダメだろ、みたいに思っちゃう時があるんで、はい、俺はね。あ、少々怖いやろ、思っちゃうんですよ。いや、わかる。30ヤード、ない。20。そうだね、23しかな。うまい、うまいよ、うまい、マジでうまい、マジでうまい、ナイス、よっしだね、これナイス、はい、ゴッパチで、よし、じゃあ6人抜きましょう。6人だったらショートしてきたら絶対ナイソンです。うまいよ、今のね、ゴッパチを6人抜くのダメなんだ。うま、写真してると思う。本当に開けってことだ、うん、そうしたいならね、まあ、いいアプローチだったな。むしろちょっとお里にイメージをもらった感じだったんだけどね、今ナイス君、バーディーパット、細かなスラフックを繰り返す。始めた、いい、うまいな、でも本当にうまいよ、転がり方がよどまねえもん、ライン以外で。ナイスパー。入ったと思ったね。パートが、パーパット。まあ、でも実質バーディーパット。まあ、ピンの右ぐらいじゃない？はい。ちょっとあるとすれば、本当に軽いフックがあるぐらいだけど。一歩小せえなぁ。最高。ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。こうやって成功体験積み重ねていくと、はい、この心持ちでこういうパーが取れるんだってできてくるんで、はい、上手い人ってほら落ち着いたりしてるじゃないですか、はい、そういうなんか自分のメンタルテクニックを手に入れてくださいという回でございます、はい、ありがとうございます。いや、今のもアプローチも楽に打てましたね。だって1打目だからね。今のパー取れるようになるといいよね。めっちゃでかい。だって2回連続じゃない、寄せは、うん、アプローチめちゃくちゃうまいんだよ、アプローチ、うん、やっぱパターパターンも悪くないけどね、見てると。いやいやいや、まあ今日は悪くないね。ひどいもんですよ、パターンは。ひどいのも、ショットをバタバタしてるから、うん、余計パターが落ち着かない、そう。あの、打たされたり、急がされたりすると。この辺からね、多くの、そうなんですよ。もう嫌なとこが出てくるから。多くの嫌なところ。ありがたい、ありがたい、ありがたみが、ここからありがたみがすごい来るから。試合とかやると本当に死んじゃいそうなおじさんとかいっぱいいるから。いやここまでいい感じで来てて、残り4つでからすごいから。15番パー4、408ヤード、ここ覚えてます、このホール。ここやだよね、ここちょっと苦手の苦手だよね、ここはもうね、誰でも苦手なんで気持ちが。じゃあもうちょっと正面狙ってきます。バンカーでもいいかなって感じで。はい、バンカー狙いしてくれたら最高だけど、どうかなって感じ。うん、ちょっと当たり良かった。大丈夫です。あ、大丈夫。あ、いい感じで飛ばないね。ナイスショットです。いい感じで飛ばない。スプーン、はい、打ってからいいよ。盛大な振りになっちゃうから。気になるな。打ったら言うわ。成功したら言うわ。はい。気になるな。これは言うフェーズですか。まあこれは悪くないんで。あれ、まあ落ちたかな、まあ、あの、うん、大したことじゃないです、うん、俺スプーンのティーショットを、はい、スプーンとかまあユーティリティとかも含めてなんですけど、はい、その刻みのティーショットで刻むという練習を最近結構意識してやってて、で良くなった、今のまあ微妙ですけど良くなったあれがあって、なんか俺ショートティーってあんま高くするの良くないと思ってたんですよ。高くというか結構ベタベタぐらいでちょうどいいと思ってたんですよ。でも PGA 選手とか見たら意外とショートティーを結構浮かしてる人が多くて、あ、いいんだと思って。まあもちろん
デメリットとしては下から入りやすくなるとかいろいろあると思うんですけど、でもあいいんだと思ってそれを試してみてからなんかちょっと楽になったですね。めっちゃ捕まりそうだけどね。そうでも意外とそうでもないですよ。もちろん捕まりやすくはなると思いますけどね、地面置いてるより。でもね多分その地面に置いてる方が上げに行っちゃうから下から入りやすいかもしれない。シジマチ、シジマチ飛ばれるとあの木に当たるんだよ。あー5万ウッドじゃん。ここボギーホールだろ。はい、5万ウッド普通に振っていけばいいんだ。普通に振っていけばやっといた方がいいよ。失敗しても絶対必要になるから大里ぐらい飛べば真ん中狙いで、はい、ボールボール狙いでいい。はい、これもアプローチ感覚で。そう、あーな、そうなんやな。これだけ怖かったみたいなやつだったんだね。前に事前に言うべきだった。これだけが、だからドライバーの方が案外いいのかもしんないけど、だから俺のペラもあれ嫌がってのだからね。そうだね。あのウッド系は全部こっちがやっぱり大事な時出ちゃったりするから、ウッドとかも、もう全部右しか行かなくて、あ、こっちね、でもまあ捕まるそのあれにはなってるんだね。じゃあ、あ左行っちゃったっつって内心嬉しいやつね。そうなんですよ。今の現状だったのは、結果はちょっとあれだけど、捕まったわ。あれは許せなくて、これは許せない。自分の中で。複雑だな。なんか、頭叩くとかじゃなかったら、まあ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 仕方ない、仕方ない。左行ってる分にわかる。今は仕方ない。あったかな。あったあったあった。セーフだ。セーフセーフ。60ヤードぐらいだな。60ヤードがベスト。脱出は。こっちに50ヤードか60ヤード打てばいい。はい、こっちに。そう、この正面にね。Tで行ってます。はい。おっ、ごめん。風すぎた。まあ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 。ナイスアウト。オッケーオッケー。全然。まあこのホール正直一番難しいんで。次は右打っちゃいけないんですよね。そうだね。その通り。あ、ヤス君ね。そこか。ちょっとズームします。220ぐらい。はい。三遊で。はい。三遊。お、うまい。何気に上の木が怖いから、はい、木かからない方向に打っていいのは90ぐらいまで。はい、低めで。そうだね。まあ6、70でもいいよ。もうこのホールはとりあえず安全にこれ以上打たない感じで。ああ、だから。お、どんまい。残ったかな。ヤス君も怪しいんだか。はいはいはい、抜けた。飲んじゃないこれ。ということで1,2,3,4,5打目か。あのやっぱ大きく空いてる方向狙った方がいいよね。はいはい、ナイスナイス。オッケーオッケー、フェアウェイ。よかった。50ヤード、8番やん。はい。どんまい。69ヤード。はい。58で。6、9、5、8。オッケー。狙い通りじゃん。ナイス。ありがとうございます。セルフマネージメントしたね。ナイス。確かに言うて4だね。4ナイス。ナイス。木のマシン食ったらね。うん。今日木の芯を食いがちな日だ。さっきのね、ど真ん中に当たってるんだ。はい。50ヤードですね。はい。58。はい。柔らかい。あー、止まる。ちょっとでかいか。ちょっと。止まってないな、あれは。このさ、なんか中途半端な長さのラフって結構飛んじゃうんだよね。飛んじゃいますね。なんかビフライヤーみたいなの。そう。みこさん、3打目?3打目18ヤード。うん、ナイスオンです。6メートル。うまい。
佐藤が7打目になるかな。佐藤7打目かな。7打目ですね。うん、ピンきついな今日。さっきからね。よし。よし。よかった。何それ。若干下ってる分でも今入ったと思ったな。いや、よかった。いや、いいストロークだったよね。入れダボ。3メーター強ですね。これがうまいんだよ。これがうまい。3メーター安ゾーンだから。ライン次第です。3歩上り。ナイス。ナイス8だよ。これちょっと後で解説するけども、はい、痛くも痒くもない8なんで。励ましてるわけじゃなくて、後で解説します。痛くも痒くもないんで。ぜひね、解説の様子はサブチャンネルでご覧ください。長いんで。カメラ切ってもらって。お願いします。第5話終わりですか。第5話。ちょっと波乱の第5話でした、ね。解説してあげてください。いいんですか。いいですよ。今ちょっと待って。この前がパー？はい。その前は？パー？パーパーできてるよね。この3ホール。あのショートパーだっけ？ショートパーだよね。そう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 。パーでしょ？パーパー。うん。いや、パーでしょ？パーでしょ。今プラ4でしょ。1個ずつ上げると4オーバーってことでしょ。はい。この3ホールで。はい。で100点が3オーバーじゃん。はい。ボギーボギーボギーが100点って言ってるんだから1個多かっただけなんです。はい。痛くも痒くもない。ちょっと痛い。あんまあれだね。もっとなんかちょっと、まあ、もっと、まあまあまあ、もっとグッとくる解説を期待してたよね。いや普通やみたいな。算数やみたいな。でもそうよ、全然くれてやっていいじゃん、はい、手前あのナイスで運がいいのもあったわけだし、全然それはプラーでやったところでさ、手前がいいですから、はい、ということでまだまだね頑張れるんでね、僕ダボですね。まあ T からがこれ本当の鬼門の上がり3ホールですよ、はい、はい、ということで次回も見てください。頑張ります。よいしょ。